リクエストありがとうございます。まずはアイシャドウプライマーを塗っていきましょう。次にピンクのシャドウプライマーで目元全体を明るくしていきましょう。次にライトなパープルシャドウをアイホール全体に塗っていきます。そして次にパープルがかったシャイニーなホワイトシャドウを二重の上ぐらいに重ねて塗っていきます。そして次に少しダークなパープルシャドウを二重幅に塗っていき、境目をぼかしていきます。眉下のハイライトはマットなホワイトシャドウを使っていきます。そして次にブラックのアイペンシルで上下の粘膜をしっかり入れていきます。そして次はアイラインです。かなり猫目風に上、跳ね上げて描いていきます。続いてブラックのアイペンシルで下目尻3分の1に入れてぼかしていきます。次に先ほどのパープルシャドウを下まぶた全体に軽く入れていきましょう。そして次にエチュードハウスの涙ライナーの3番ピンクパールを目頭3分の1に入れて綿棒で軽くなじませていきます。ビューラーでまつげを上げたら、今回は毛束の多いナチュラルなつけまつげをつけていきます。そして次にノーズシャドウを入れていきます。こちらのレブロンのカラーステイブローメーカーはウォータープルーフ処方なので、汗水に強くて長時間落ちないです。
そして次にピンクパールの入ったホリカホリカのハイライトを頬骨、T ゾーン、顎周りに入れていきます。そして次に唇の発色を良くするためにリップコンシーラーで唇の赤みを消していきます。そして最後にレブロンのキッサブルのスイートハートという赤みがかったピンクを塗っていきます。私は本体を汚したくないので指を使っていますが、気にしない方はそのまま塗っても OK 牧場でございます。リップが塗れたらメイクは完成です。やったねー。